メグエン TV。 アルコン、メキを辞めたのはお前のわがままのせいか。メグエン、お前どうしようもねえやつだな。お前のわがままで部下辞めさせてどうすんだ。お前の言うことだけを聞くやつをかわいいかわいいしてお前に意見するやつはみんなこれか。そりゃねえだろう。そんなことしたらお前会社続かねえだろう。お前一人の会社じゃないだろう。そこで働く家族、親戚、みんないるだろう。そいつらどうやって食っていくんだこれから。お前は一人な、野垂れ死ぬのは別に構わねえけど、家族まで道連れにするんじゃねえよ。分かってんのか。いつもいつも問題起こしやがって。こんなバカ野郎、いい加減しろ。お前はな、ちょっとすいません。俺はな、ずーっと昔からめぐみ TV のファンなんだよ。あんまり表だって言ってないけど、実はすごい熱烈なファンなんだよ。だからな、余計悲しいんだよ。悔しいし悲しいし。お前はいいぞ、部下にぶつければストレスを。俺はな、誰にぶつけるんだよこのストレスを。え、お前になんかぶつけたってしょうもないし、胃は痛くなるし、どうしてくれんだよ。めぐみ TV、 目を覚ませ。目を覚ましてよく周りを見てみろ。お前の周りの人間をよく見てみろ。お前の立つ位置がおのずと分かってくるよ。一度の出来事に惑わされないで、よーくアンテナ立てて見てみろよ。見ればおのずと本当にお前のやるべきこと、今何をしなきゃいけないか分かるはずだ。お前の会社な、ただのブラック企業じゃねえのか。早出させたり、残業やっても残業つけなかったり払わなかったり、そんなことやってる会社じゃねえのか。返事してみろ。言い答えないだろ。文句あるなら言ってみろ。そんな会社すぐ潰れちまうぞ。ブラック企業、名前はなんかブラックブラックとか言うけど、中身はこうだからな。しっかりしろメグイン、しっかりやれよメグイン TV。 俺はファンだ、忘れんじゃねえぞ。平仮面です。平仮面は泣いてるぞ。以上。